キューベペプラーです。信長の野望大使パワーアップキッド、さあ始まりました。徳川綱吉プレイで始めます。ではね、これはもう全国統一の総仕上げということでね、今北条攻めをやっていますね。てなわけでね、今のところね、この敵を見るとね、ほとんどの城がね、もう兵を出してね、兵のね、底がついたみたいな形になってますね。ところどころ2万などね、1万などはいますがね、これはもう物の数じゃありませんね。というわけでね、どんどん進めていきたいなと思いますね。よしよし、もうね、降伏を促すなどはしませんよ。もう面倒なのでね、どんどんね攻めていきたいなと思いますね。ところどころね、もう、飛び地を作ってやりましょうかね。もう面倒なのでね。進め。で、後方のね基地からもうね、基地って言っちゃったな。後方のね、この城からね、これは兵を出してね、あとはもうね、その部隊にね秋城をどんどん奪っていかせますかね。この舞台でね、このような形でまずね、編成をして、あと、引間の、これでね、まあだいぶ、強い人間がね、分散されて、強固なね体制になるんじゃないでしょうかね。ね、こんな感じで、行きましょうかね。ではね、足軽兵にして、あとはね兵士をね均等に分配してね、こういった部隊をね、作って進ませるという形でね、ではね、どんどん進めますかね。赤子の目を切れるようなもの、唐沢山がね落ちましたね。行くぞ。我に続け、どんどん取って、これでね、どんどん進めていきますかね。で、この城からね掛川を落とすと、我に続け。そういえばこのゲームでは野田城がないですね。結構ね有名なね攻防戦があったお城がないですね。これがちょっとね、目障りだな。まあ大丈夫でしょうね。よしよし、敵がなんか裏切りそうですね。どんどんね裏切り者を作っていきますかね。サモアリナ、サモアリナ、サモアリナ。まあこれは、小山城か、小山城、ここでね、包囲してね、これ寝返らせましょう。ではね、忍城の戦いが始まりますね。水攻めにしてやりましょうかね。で、のぼう様に敗れるというね、形でね、そういうプレイをしていきましょうかね。余裕ですよね。こういう冗談が言えるというのはね、もう余裕でね勝てるんじゃないかなというのはね、勝てるんじゃないかなという感じで言っててもこの作戦を使うというね、ね、鉄砲水でね敵を流してやりましょう。これね、バッチリものをね洗い流してやりましょうかね。まあ、このような形でね、あとは、これはそうですね、鳥居を配置してね、こちらにね攻撃を仕掛けてくるね、誘い出しましょう、こうやってね。では始めます。あ、ついでにこれ本陣を置いとけばよかったですね。敵が待ってる間にね士気が下がってしまうというねことがありますのでね。覚悟せよ、
ゲチを覚悟せよ。ではね、ねえ、進めたいなと思いますね。敵が来ますかね。あ、来ますね。うん、あえてもうちょっと下がらせましょう。いい感じで並列に来てますね。敵の居所知れましたな。おお、抜けてきましたね。うん、始めましょうか。このよし、このどんどんね敵がどのぐらい減りますかね。9200がね、どのぐらい下がるかというね。まさか我らが壊滅したお、5000になった。敵も大混乱ですね、これね。ここです。ああ、なんという、これでおとり挑発をするのか。知れましたな。引くぞ。今は引こう。うわ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 。敵がすごい勢いでね。始めましょうか。こんなはず。ああ。やりたい。前へ。よし。これね、3本の矢を。これどういう技なんでしょうね。これは、攻撃力が上がって味方の視界と、速度が上がるみたいですね。ご命令を。どういうねどういう戦法か全く分かってないのにね、使ってしまうというねとりあえず使っとけば強いだろうみたいなね。やりたい。いい感じですね。勝ちましたね。水攻めはね、勝つべくして勝ったと言えますね。うわすごい戦いだな。敵に貝姫がいましたね。これね、これで投降させましょうね。で、投降しないね、宇治直君はね、切るという形でね。このところでよし、いいぞ どんどんね、では進めていきますかね。志半ば。ゲチよ。あとはね、この皇族部隊のこの丸森城はまだね、前線なのでね、これは守らせる形ですね。この部隊がちょっと嫌ですね。あえてこれ避けて通るみたいですね。ではね、ちょっと城を取ったので、ちょっとね、作っちゃいけないものはね、潰さなくてはいけないのでね、ちょっとここはね、飛ばしますね。ではね、内政終わりましたのでね、どんどん進めていきたいなと思いますね。皆の力、合わせよう。あ、お米買うの忘れたな。皆の力、合わせよう。これはちょっと米がな、心配ですね。米こんなにないのか。これは参りましたね。一時撤退しますかね。参ったな。山上道久との戦いですね。前田刑事のお友達ですね。あの花の刑事をね、ご覧になっていただければね、わかると思うんですがね。これはもうね、正太郎どうですかね。これ水攻めができないですね。これは、梅火でなんとか防ぎましょうかね。これはちょっとな。これはちょっと意外と苦戦を強いられるんじゃないでしょうかね。
ちらでこちらでね、ちょっと敵をね、引き寄せる形にしてみましょうかね、我に続け。このGの近くでね待って。覚悟願う。覚悟せよ。ご命令を。覚悟しろ。始めるぞ。このような形でね、ゲッチ始めるぞ。敵の居所、よしよし、敵がね来ましたね。あえてこれは抜けてきちゃうんじゃないでしょうかね。はまるかな。敵の居所、はまらない。あれ、なんだこいつは。思いっきりかぶってるよな。やつはチートですね。チーターですね。始めます。ゲチ、彼にはねもうバンしてもらいましょう。攻め立てよ。運営さんにねバンしてもらいましょうね。覚悟せよ。ご命令を。これは始めるぞ。意外とこれはまずいんじゃないかな。お覚悟願おう。やりたい。前へ。足軽隊前へ。かかれ。いかんな。よし。ゲチを。同居だね。ゲチを覚悟せよ。ご命令を。ご命令を。できるだけね回り込んで。行きましょうね。ああこれはちょっと敵の攻撃力を下げましょう。この意外とね高瀬さんがね強いんですよね。意外とねすごい使える武将なんですよね。前容赦せぬぞ。守れ。よし。ご命令を。覚悟してもらおう。これは始めるぞ。やりたい。こいつは潰された。投げ払え。やりたい。前へ。同級が逃げてますね。やりたい。前へ。お覚悟願おう。叩き潰せ。このね舞台はもうやりよる。もうね虫の息なんじゃないでしょうかね。やりたい。前へ。ご命令を。やりたい。前へ。やりたい。ではねこの今は引くぞ。舞台を潰したのでね次は道宮の方に向かってもらいましょうかね。前へ。さあ始めよう。梅春の舞台でね。ご命令を。始めるぞ。今は引くぞ。この舞台かなりヤバいですね。ここは守れ。ゲチかかれ。まあね敵の方が減ってますのでね、このままで良いでしょうね。よしよし、やっつけましたね。我らを甘く見たようだな。よし、正幸でね。で、問題はね、ここですね。ここにね、伏兵をね、配置してますんでね。どうだ。よし、これでね、門が開きましたね。よしよし、いいぞ。ではね、このまま、進めていきましょうかね。この舞台がちょっとね、いやらしいですがね。どんどん進めてね。よし、祇園城を落としましたね。お、神保くんがね、いたんですか。そうですか。これは、寝返りそうな武将とかがいませんね。伊達おなみちゃんが来ますね。これは雪合戦ですね。雪合戦はちょっと避けたいですね。
織田城をね攻めてみましょう。ここはね多くの兵士が動員できるんで、こちらがね必ず有利になりますからね。うん、ではねどんどん進めますか。よしよし敵はおらぬ。よし、片倉小十郎がね、ええ、うん、この富士吉田落としたので次はね、小田原をね攻めると。出陣する。うん、よし、いいぞ。うん、兵の数でも勝ってますからね。ええ、よし、もらい受けるぞ。会津新宮城が落ちましたね。うわ、伊藤一等斎が、ああ彼は仲間にしたかったですね。うん、ではね投降しないので。いざ参ろう。よしよし、我に続け。黒川城ですね。ねえ、うん、あとはちょっとやばいところはなさそうですね。うん、大丈夫ですね。うん、お安藤が来ましたね。ええ、これね、ああ敵はね部隊少ないですからね。うん、これは、どういう戦いを繰り広げてみましょうかね。意外と一部隊にね兵士が多いので、おおよそね敵はもう5000以上いますからね。うん、あれやっちゃいますかね。あれですね、あれ、あえてねここはね、うん、もうね、弱いてきてもね全力を出し切ってね戦ってやらなければね、うん、フェアじゃないですからね、男じゃないっていうやつね。うん、もうね全力を出してやるっていうのはね、これはねマナーですからね。山津波はどっか、どこだこれ、山津波、あこっちか、ではねここのような形で、で施設でね一番大事なのはこののろし台とね、うん、あとは、勝利をね完璧にするためにね、陣を張るというね、うん、であとは、これでね鳥居を配置するというのがね、うん、これが大事ですからね。うん、でこの鳥居の近くにねできれば、見張り台などを置いてやりたいところですね。うん、こんな形でね、であとは作戦ですね、おとり挑発と全軍突撃かなんかをねやってやりましょうかね。うん、ではね、このような形でやっていきたいなと思います。いくぞ。ご命令を。ではね、本陣の近くに、味方を呼び寄せましょうね。始めよう。ご命令を。覚悟は良いか。覚悟してもらおう。ちょっと場所が悪かったかな。こっちの方が良かったですね。ああ間違えた。ああ。敵の居所知れましたな。ああ間違えた間違えた。ああ間違えてボタンを押しちゃいましたね。全軍突撃しちゃいましたね。叩き潰せ。あるよねって感じですね。ああなんてこと。ああではね、一旦下がらせましょうかね。叩き潰せ。これでね罠にはめてやると。始めます。うん、こういう作戦ですからね。前へ。これがやりたかったんですよね、私は。もうねここら辺に出てるんでしょうね、嘘つけみたいなね、これでね、この舞台を潰してやりましょう。叩き潰せ。うん、これほどと。よしよし、いいぞ。
叩き潰せ。えらい勢いでね、今これにて敵の兵士が減りましたね。叩き潰せ。やりたい、前へ。敵の居所知れましたな。やりたい、前へ。おとり挑発でね、これちょっとやりたい、敵を呼び寄せてね、この罠にはめてやりましょうかね。やりたい、うん、前へ。時には大胆に攻め込まねばな。やりたい、前へ。どうでしょうね、はまりますかね。まあはまらないな、これ。いや、やっつけちゃった。始めるぞ。ではね、このまま、敵本陣にね向かっていきますかね。お覚悟願おう、うん。七難八苦、これは、敵をね挑発するみたいな。あ、これはもしかすると敵罠にはめられますね。やりたい、来ないな。お覚悟願う。来たりね、近づいてきたり避けたりだとかね、攻め込まねば、そんな作戦ですね。やりたい、前へ。今は引くぞ、ご命令を。始めるぞ。ではね、この敵の後ろに回り込むようなね形で、やっていきましょうかね。前へ。やりたい、前へ。これほどと。よしよし、敵がね罠にはまりましたと。前へ。切り込め。まさか。よしよし、いいですね。これほどと。始めるぞ。やりたい。このね。前へ。やりたい。前へ。安藤をねやっつけましたね。戦に勝つが、もののふの役目よ。ではね、このまま進めていきますかね。そろそろこの舞台を出しましょうかね。二本松の方に攻めていきましょうかね。この舞台は、丸森城か。これはどうなってるんだ。こういうようなね、感じなんですね。前田刑事か。前田刑事はあまり大将にはしたくないんだよな。この歌舞伎っていうのがね、いまいちちょっとね、どうなんだっていう技なんでね、敵も味方も弱くしますからね。利敵なんじゃないかなみたいなね。そんな感じがありますからね。ちょっと使いたくないんですよね、前田刑事は。かといってね、大友総理もな。江口にしましょう。紙幣を持ってるんでね。あ、ちょっと待って、江口、よし、江口を対象にしましたね。ではね、このまま行きますかね。出陣します。おいっちゃんがね、部隊長ですね。出陣します。白鳥というやつが投降しそうですね。投降というか裏切りそうですね。なるほどな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 。よしよし、これでね、あえて、河野台か。河野台、国風台と書いて河野台ですね。これは伏兵させときましょうかね。そうですね、伏兵させておきましょう。もしかしてこの陣に加わってはないですね。よしよし、兵糧攻めでね落としましたね。兵糧攻めで落とした。こちらの兵糧もない。ちょっと待って、この舞台で4万減るんですよね。ちょっと待てよ、これは攻めあぐねるな。
行くぞ。どうでしょうね、これは。勝った狼藉かなんかしたいところで、あ、兵糧が持ちませんね。ではね、ここで、一度帰陣させましょうかね。兵糧がないですからね。ああ、参ったな、これは。志。ではね、今回はここまでにして、兵糧が足りなくなるということでね、思わずね、ここで兵糧を買ってみましょうかね。ありがとうございます。これでもな、持たないような気がするんだよな。ではね、今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。